バスケ芸人には負けられない魂のワンオンワン勝負。年齢はもちろん我々の上ですけども、はい、バスケの経験値、バスケの実力では負けてないぞということで、はい、今からですね、ワンオンワン対決を各学年3人ずつ代表出してもらいます。で、我々、まあ、3人順番に出ますけども、ちょっとハンデをもらって、先オフェンスをやります。で、それで決めればもう我々の勝ちで、なるほど、勝ち抜きで次の対戦相手出てきます。あー、なるほど。逆に皆さんは最初の我々のオフェンスを止めれれば攻撃権を得れます。そこで決めれば勝ち抜けになりますので、次の対戦相手と戦えるということで、一人で3人抜くことも可能ですから、頑張っていただけたらと思います。この9人全員抜いて、僕愛知県民全員の人と戦いますよ。頑張ってください。なんで頑張らすんですか。無理でしょ。いよいよ田村さんが後ろ下がったから。いいよ、敵チームは持てるんで。さあ、それではやりましょう、はい、負けへんぞー。負けへんぞー。山田翼です、よろしくお願いします。お願いします。滝本近典です、よろしくお願いします。バレろ。さあ、これを決めれば勝ちです。普通に悔しいですと。何も専門も終わりました。最悪や。時元さん、今チェックほんま全然浮いてなかった。いや、俺目いっぱい飛んでてんけど。じゃあ、孝太郎行こう。1年生バーチャスバスケ芸人2回戦いきましょう。よーい、スタート。普通に決めたった。でも結構接触強かったね。練習してるわ、すごい。いや、練習してんやったらそれはいいかしてもらうよ。でもよう決め切った。いや、ありがとうございます。素晴らしい。よっしゃ、じゃあ次の対戦相手出てこいや。さあ、それではお名前お願いします。大河原蓮です。蓮くん、得意プレーは、フローターです。おお、言っていいの？俺止めるで。はい、はい、自信満々やな。おお、楽しみ。1年生バージョン3回戦、よし、スタート。確かに。うまっ。すげえ。じゃあ俺ら次は、うわー、うち大将出てもうた。よし、お願いします。頼みますよ。よし、じゃあ行こう。お願いします。身長差あるからな。めっちゃシンプルに抜きましたね。すいません。真剣勝負だよ。はい。ナイスナイス。よし、危ない。白木ひなたです。よっしゃ、ひなた。さあ、大将。お願いします。ちゃんと言わんでも分かってるわ。やった。
ゴーゴーゲゲ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 ゲシンプルにやられました。決めちゃくちゃ速くなかったですか。シーホース2回の勝利。すごいな。さあ、ひなたいかがでしたか。最初シュートが全然入らなかったんですけど、はい、後から、しっかり決めてよかったです。うわあ、もう駆け引き間合いめちゃくちゃうまかったです。いやすごい身長差もろともしないですね。正直ブロックできるかなと思ったんですけど、やっぱ早いわ。そうなんですよ。届かないっすね。思ってるより進んでる。ほんで息切れてないね、やっぱりね。全然余裕。ピンチ度でいったら最高何パーまでいった。低いな。低い。まあまあちゃんとした数字言うてきたな。リアルなんやさあ2年生出てこいや。2年生さあトップバッターは、はい、小島海星です。海星くん2年生対バスケゲーム1回戦、よーいスタート。やっぱあの最後の踏ん張りかな、ね、おっさんになるとなおっさんって言うなさあ海星、どうだ。おお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 ほっとした。これで決められたらあのおっさん毎回1回で終わる人だと思われる。危ない危ない。さあもう一度守り決めるか。さあ小島さんが回る。ちょっとこう切ったけどね。あもうおっさん目線やと全然悪くないねんけど、まあ、決めなかたれへんからね。さあ止めるか。さあ出て出て出て。身長早いな。しっかりとモップ作りたい。残機1です。足ボロボロや。10回ぐらいヘジしてました ね、 ね。首ヘジすごかったね。おおおおおうまい。ちょっとファールしました。あんまいごめん。ありがとう。いやうまいわ。うますぎる。じゃあ今度は高太郎バスケ芸人バーサス2年生2回戦用意スタート。シュートあるからね。うちのナンバーワンシューターですから。はいはい。ね、ステップアップしてたから。おお、ヘジ。うまい。うまい。いいよ。タムさん、あとお願いします。いや、ちょっと。さあ、返す、返します。ちょっと2年生のためにもな、はい、出番作るな。そうだね。よし。ショー、ショー、よろしくお願いします。田村さん頼む。じゃあショー行け。デーバイ、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 デーバイ。おお。ナイス。
ルイです。お願いします。ルイ。はい、ルイ、はい。さあ、ルイくん。いっちゃん大きい声で、もう一発、体重いったれ。75キロです。いやー、勝ってほしいけど、僕的にはなんかちょっと応援してしまうねんな、なんかこう。はい、なんか負けんといてほしい。自分を応援して見てしまうもん、やっぱり。おい、ファイルです。うわぁうまいマジ。うわぁやばいっすね、まったく動かへん。うわぁファイルは何だちょ、ちょんでいい。ノーファイル。おぉノーファイル。おぉーファイル。さあ、いってください。コーチ、今のはノーファールです。なかなかやろな、これはいいディフェンス。プロレベルだね。いや、すごい。すごいな。久保田さんの体重と体重、止まれてるのがすごい。あのね、僕らから見てて田村さんと接触してる時、田村さん残像になってました。いや、あれやってくれて一発には僕だから。あ、なるほど。3本目であれ黒元なかった。フィジカルは良かったです。うそ、すごいな。これ80キロ、2キロぐらいあるね。だからやっぱ借りる重いのに、うわ、もうあの体重以上の、あの体幹が。あ、というわけで、2年生 VS バスケ芸人はシーホース三河アンダージュの2年生勝利。強い。まさかの拠点でフィジ行った分を、はい、2年生でフィジラで返されました。いや、総伏線回収みたいな、はい、フィジリ返しがありました。しっかりちゃんとうまいですね。うまかった、はい、さあ3年生行きましょう。じゃあお願いします。え、トップバッター、えぐ、削りに来てる。さあ、じゃあお名前改めてお願いします。太田善です。はい、善くん、好きなプレーは何ですか。好きなプレー、スリーポイントです。おお、今までここ見てきてバスケ芸人どうですか。いや、ちょっとまだまだですね。おお、これは負けられない。負けへんぞ。じゃあ、じゃあまた時元から、はい、行きましょう。お願いします。お願いします。大きいなー。でかい。大きい。 190?191! いけるよ。165。お願いします。2度目のスマッチがあるか。ちょっと待って、むっちゃでかい。これ チェクられるもっと近くおいでや。怖いから近くおいでって怖いから。みんな俺決めたぞ。びっくりした。で、まさかの、もう一回、もうこれはしょうがない。いいですか。決めた。うわー、ありがとう。いやー、よかった、嬉しい。全国ファンのみんなすみません、勝ちゃいました。じゃあ、2人目出てこいや。出てこいや。先生、まさかの不正対決になりました。お前さっきまで先生やったのに。改めて名前お願いします。鵜飼宗太郎です。さあ、宗太郎でございます。得意プレーは。得意プレーはボールプッシュです。おっしゃ、ボールプッシュからドライブ。バスケ芸人 VS 3年生2回戦です。用意スタート。ディフェンス、生
さっき入ったから入るかもって自分が一番気がしてたね。オーライオーライバッチ来いや。じゃあそのいやじゃあほんまにちょっとみんな待って待ってね。ちょっと早い早い。ドリブルから来てくれると思ったら目の前で消えた1本目で消えました。ちょっとほんまにちょっとやって。いや頼む頼むマジで。消えるわけないでしょ。マジで消えた。じゃあ行け。消えろコウタロウ。それではバスケゲーム VS 3年生3回戦です。どうぞ。おーグッチグッチソータロー3人ぐらいまで来てるフレスエグーほんぱやないあでも止めればいいだけ止めればいいだけさあそれでは行きましょう逆ですね、ソータローのオフェンスですどうぞ消えてたらしいなお前さあ距離取ってますおー頼むぞおーやろーうわーいややばい、めっちゃ気にうまいなおどこ行くねん、コウタロウ何してんねん入ったんじゃん、チームフレート感動しすぎてスーパースパイヤいや、すごい、ほんまにシュート打ちで、これぐらいなかったっすよ、うん、低かったな、鳥最後のコントロール、すこまじいわレイアップ行く前、ちょっとだけボール触ったんですよあ、マジで持ってるボールあだから余計遊んで押し込めたんやそれでもコントロール作った素晴らしいね、このコントロールじゃあ、トータルお願いしますさあ田村さん、頼みますよっしゃ手加減してくれデーフーデーフーデーフー足で強めに行きますよデーフー高さはこっちが上がりますデーフー動かない来いうわースリーをもう捨ててたのやリーグ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 スムーズでしたもんね、もう全部が。しまった、スリー行くんじゃなかったな、クソ。うわー、ほんまや。たまに入るから打ってもた。反省や、反省。反省や。でも、キャプテン。キャプテン。はい、最後、じゃあちょっとリベンジ。俺、ええとこ出さねえかったんで、リベンジマッチやってください。はい。お願いします。お願いします。改めて、お名前お願いします。木戸ヒューゴです。木戸ヒューゴくん。ヒューゴくん、お母さんの好きなところは ある意味厳しいところです。おお。みんな答えてくれた。結構厳しい。どんなことで怒られますか。早く寝ろとか。それを自分で任せとく。ある意味厳しい。ある意味厳しいな。掃除とかはどう。掃除とかも全部やらせる。ほんまか。大丈夫。お母さん見張るでこれ。大丈夫。そうそう。田村さん聞いてくださいよみたいな。甘え方がめっちゃ可愛い。口とんがらしてね。可愛いらしい。じゃあお願いします。お願いします。ズボン待ってくれてました最後からほんで、まあ、ブロックポイント何個かあるやんか全部ケアされてたうわすごい意識高い見てられへんぐらい強かったっすねいやー細かいその細かいフェイントとか間の取り方とか全ての精度が高いあくそどうでしたか田村さん
まだまだです。やけましは。くそ。仲良なったな。可愛い甘えたりとか突き放したりとか積んでるやなと。うちの田村さんの心掴むなよ勝手に。遊ぶなよ田村さん。こんなやつがプロになったらもう可愛いってしゃべる。顔も甘い顔でね、ほんまファンつくでこれ。いやありがとう。はい、というわけで3年生チームの勝利です。じゃあ、いやしてでも分からない。うますぎた。分かれへん。皆様、もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てねー。